はい、ゾンビさんチャンネルへようこそ。この夏ゾンビゲーファンのね、皆さんは何のゾンビゲーをして過ごしてますでしょうか。今回のね動画では久しぶりに The Day Before について取り上げたいと思っています。このゲームね、 Steam で今最もウィッシュリストに入れられてるというね、期待されているゾンビサバイバル MMO なんですけれども、本来ね、今年の2022年6月にね、発売を予定されてたんですが、まあ、アンリアルエンジン5の移行とか、いろいろ理由があって、2023年3月にね、延期が決定しました。最近なかなかないね、ゾンビサバイバルの MMO ということで、皆さん期待してるとは思うんですけれども、まあね、3月までちょっとみんなワクワクしながら待ってるところだとは思うんですが、このゲームの開発会社はね、ファンタスティックっていうところが開発しております。ただね、このファンタスティックっていう会社ですね、いろいろちょっと掘り下げて調べてみると、いろいろ不安な要素がありまして、なんかね、嫌な予感がちょっとしてきてるんですよね。そこら辺を踏まえてですね、ちょっと掘り下げて、この会社のことをね、いろいろ見ていきたいと思います。それでね、The Day Before がね、どんなゲームになるか、ちょっと不安要素あるのか大丈夫なのかっていうところをね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、最後までご覧ください。ゾンビさんチャンネルはゾンビゲー専門のチャンネルとなってます。チャンネル登録、ライクボタン、コメントしてもらえるとモチベアップにつながりますんで、よろしくお願いします。もしね、この動画気に入ってもらえたら、ベルマークの通知ボタンも押してくれると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。はい、このね、ファンタスティックっていう会社のデビュー作、それがですね、こちらのワイルドエイトっていうね、トップダウンビュー形式の、まあ、サバイバルアクションゲームになりますね。これがまあ、アーリーアクセスをね、開始したのが、おそらく2017年だと思うんですけど、2017年にアーリーアクセスを開始しました。で、当初ね、結構概ね好評な滑り出しを、迎えてたんですけれども、途中でですね、確か3ヶ月ぐらい経った時に、なぜかこのような声明を発表します。これね、何が書かれてるかっていうと、まず、このゲーム自体を、パブリッシャーに売却するというね、ことを突然発表し始めるんですけれども、まあその理由っていうのがね、その内部のサポートとのトラブルというか、うまくいってないっていうことで、売却することになったり、ちょっと意味がよくわかんないんですけど、おそらくゲームのアップデートを続けることはできなくなったんじゃないでしょうかね。それかもしくは、その新しくね、資金を調達しなくちゃいけないっていう台所事情があったのかもしれないですけども、まあ突然のね、好評のゲームの突然のパブリッシャーへの売却っていうことでね、ちょっとこっからもうデビュー作から不穏な動きを見せています。続いてね、ファンタスティックがリリースしたゲームが、デッド・ダズンっていうね、ゲームになりますけれども、こちらはですね、一人称視点の、まあゾンビではないのかな、サバイバルシューターですね。こちらをリリースしたんですが、まあこれがですね、まあちょっと映像を見てもらえばわかるんですけど、すごい安っぽいんですよね。安っぽいゲームで、そしてすごく不評というね、感じで、プレアルファぐらいまで出したんですけど、多分ほんの数ヶ月で取り下げて、もうこのゲームはね、Steam の方にはラインナップされてません。っていうね、ちょっとこれは出来が悪そうなね、ゲームを出しちゃって、失敗してっていう感じですね。とりあえずこの開発資金もね、ワイルドエイトを売却した資金が、まあ、投入されているでしょう。それで作ったゲームがこちらということでね、大失敗しちゃってるわけなんですよね。で、確かね、同時アクセスが80、同時じゃないな。全部のアクセス数が80人ぐらいしかプレイしなかったっていうね、伝説の、まあ、過疎ゲーみたいなんですよね。まあ、こちらね、すぐね、もう開発やめますということで、すぐ取り下げて、ホームページにも、黒歴史としてね、ということでね、載せてません。ホームページに、ファンタスティックのホームページ行っても、このゲームはね、ラインナップに載ってませんね。ということでね、2作目にしてね、やらかしたファンタスティックですけど、それにもめげずね、第3作目を作ります。それがこちらのゲームになります。プロップナイトっていうね、ゲームを開発します。こちらはですね、まあ、プレイ画面をちょっと見しばらく見てるとわかると思うんですけれどもね、例の非対称型対戦ゲームの例のデッドバイなんとかにね、すごく似てますよね。まあそういう系のゲームです。で、ちょっとなんかゴーストっぽい感じになるのかな、なんか見え、姿を消したりできるのかな、ちょっとあんまりよくわからないんですけど、まあこれね、そこそこの盛り上がりをまあ見せてはいたんですけれども、
まあ、だんだんとね、こう人口が減っていって、マッチングにちょっと10分かかるみたいなね感じになっていて、まあ大成功とは言えないっていう感じですね。ちょっと最初盛り上がったけど、なんかねストリーマーの人とかもねわーって騒ぎながらやったりして盛り上がってる感はあったんですけど、まあどんどん尻すぼみになって、まだもうね終わりになっちゃったっていう感じではないんですけど、まあ盛り下がってはいるかなっていう感じのゲームになってます。そこでね、満を持して登場するのがこの The Day Before になるわけなんですよね。こっからの飛躍がなんかすごいなっていう感じはするんですけど、まあこうね、見た感じ今までの開発してきたゲームと違ってグラフィックもリッチだし、でオープンワールドの MMO っていうことでね、スケールも大きいし、でみんな大好きゾンビサバイバルっていうことでね、めちゃくちゃもう期待しかないじゃないですか。この公開されたねトレーラーとかゲームプレイフッテージとか見たらもう期待するしかないみたいなね感じで、まあみんなね Steam のウィッシュリストにはバンバンね入れてるわけなんですけど、ちょっと待てよと、ちょっと待てよお前らと警鐘を鳴らしてるある人がいてですね、その人は、まあ、あのゲーム開発をしてるゲームクリエイターの人なんですけれども、このまあトレーラーだったりねゲームプレイを見てちょっとこれおかしいんじゃないかって指摘してる人がいるんですよね。でそれは何がおかしいかっていうとですね、この公開されたゲームプレイですね、バーティカルスライスなんじゃないかっていうねことをねその人は言っています。まあバーティカルスライスって何っていう感じだとは思うんですけど、バーティカルスライスっていうのは要はゲーム全体ではなくて一部を切り取ったもの、ゲームのそうだな体験版とか例えばステージ1だけできるよみたいな感じだったりとかの作っているものをバーティカルスライスってまあ簡単に言うと言うらしいんですよ。でこの公開されたものもいかにもオープンワールド風に作られてたり、あの他のプレイヤーがね操作したあのキャラが出てきたりとかね、そういう感じに見えるんですけど、実はこれはよくよくマップを見ると仕切りがあって狭い空間で戦ってて、まあ道も一本道だし、あのレンダリングされたものも混ぜてね、あのあらかじめレンダリングされたプリレンダリングされたものも交えてるからグラフィックもすごく綺麗だし、あの実際のゲームプレイの映像ではないんじゃないかってね指摘してる人がいるんですよ。確かによくここら辺マップ見ると柵とかがね巧妙にあってね、こっから出られないようになってる感じなんですよ。で一応このゲームってまだメーカーとかにもそのプレイできるものって配られてないんですよね。一応配られたのはゲームプレイのデモムービーは配られてるんですけど、実際プレイできるねものは配られてないんですよねっていうところをすごく指摘していて、実はちゃんと完成してないんじゃないかっていうね、どんだけ開発が進んでるんだろうっていう、その延期した理由もアンリアルエンジン5にね移行するっていう理由をねまあ大々的に言ってたんですけど、実はかなり開発は遅れてたりとか、まあ、クオリティがねちょっと質がこう低いんじゃないかっていうね指摘をしてる方がいました。まあそういう言われちゃうとそうも見えなくないなっていう感じにはなってきちゃうんですけど、まあ確かに過去の作品としてね主に UBI がよくやる手法なんですけど、そのトレーラーとかでゲームプレイしてる映像を出すときに、まあ、同じようにねバーティカルスライスで作ってあって、もうすごいんですよグラフィックが。例えばその歩いてるウォッチドックスとかであったんですけど、歩いてるコートがねこうすごい風になびいてたりとか、光の加減とかもすごく絶妙な感じでかっこよくなってるんですけど、実際ゲームプレイすると別にコートが風にねなびいたりもしないし、人のテクスチャーもちょっと安っぽかったりとかして、実際のゲームと公開し事前に公開するトレーラーだったりが結構違ってるみたいなねことが確かに過去にもあるんで、それはやっぱり漏れなくバーティカルスライスっていう感じでやってるらしいんですよ。でこのバーティカルスライスっていうのをなんでやるかっていうと、これをパブリッシャーに見せるために作る場合もあるんですよね。結構そういうことが多いらしいんですよ。パブリッシャーにそのバーティカルスライスを見せて、あのこれで行きたいんだけどどうって、お金出してねっていうことでやる意図があるらしいんですよね。でおそらくなんだけど、この会社あんまり予算がないんじゃないかなって思います。一番最初のねワイルド8の時にもすぐにねパブリッシャーに売却しちゃったりとか、まあ開発中のゲームをねすぐに打ち切ったりとか、ちょっと予算繰りというか資金繰りにすごく困る感じの会社なんじゃないかなっていうね予感がしてます。それをね裏付ける形で実はね次のニュースの記事を取り上げたいと思います。
はい、こちらね、ゲームスパークさんの記事を引用させていただきますが、まあ、ちょっとね、記事の方読んでいきましょうか。先日、ゲームをより良いものとするため、アンリアルエンジン5への移行を理由に、2023年3月に発売延期を発表した、期待のオープンワールド MMO、The Day Before ですが、開発元、ファンタスティックが、本作の作業に従事する人を、ボランティアスタッフとして募集していたことが、ファンタスティックの公式サイトで判明しました。ファンタスティックの公式サイトで募集されているボランティアは、フルタイムとパートタイムの2種類に、分けられており、フルタイムのボランティアには給料が支払われると書かれているものの、パートタイムのボランティアは翻訳からコミュニティのモデレーターまで様々な活動に従事することで、クールな報酬や参加証明書、無料のコードが得られるとされています。この書き方自体が無給か有給かを曖昧にし、さらにボランティアという名称に戸惑うファンもいるようです。こうした実態になぜボランティアスタッフを必要とするのかと疑問を投げかけるファンもいます。この件に関し、ユーロゲーマーが延期されたことを踏まえて、ユーロゲーマーっていうメディアですね、が延期されたことを踏まえて、ボランティアを募集した件についてファンタスティックに取材。ファンタスティックは、当社の価値観はボランティアという考えに基づいており、ここで働く人やボランティアをする人は、皆進んでそれを行い、献身的に行動し、熱意を持ち、あらゆる手段でチームをサポートすることを意味します、と取材に述べたとしています。そして、フルタイムのボランティアは会社の従業員であり、我々は常にオープンハートで積極的な人々を迎え入れようとしているので、このような価値観を社内で共有しています、とも語ったとされていますが、結局のところ、The Day Before の開発がどのように進んでいるかは、については言及されなかったようです、ということでね。実はこの問題結構炎上したっぽくて、プチ炎上したっぽくて、無給で働かせるとは何事だみたいなね、意見が結構そのファンの間から寄せられたみたいなんですけども、まあそれに対しての、まあ回答というかね、会見というかね、そういう形になったんですけど、まあなんか答えが曖昧ですよね、すごいね。めちゃくちゃ曖昧ではっきりしないなっていう感じ。で、フルタイムとパートタイムに分けてて、どっちかは給料あるけど、どっちかはなんか物でね、支給するみたいなね、感じになってるんですけど、どうなんでしょうね。自分的には別にボランティアでね、やっていくっていうのはその会社の理念とか方針に関わることで、しかもボランティアの人もね、無理やり給料なしで働かされてるっていうんじゃなければね、それやっぱりゲーム開発の勉強してる人とかね、いろんな人がいると思うんで、そこで働けること、貢献できることを喜びに感じるっていう人が、まあ、進んでね、やっていることは周りがどうこういうことではないんじゃないかなと思うんですが、ただですね、この会社のまあ実績をこう見ていくと、ちょっとこれ、なんかね、嫌な感じすんなっていうのはありますよね。結局金が出んじゃねえかなっていう。だからボランティアに頼らざるを得ない状況なんじゃないかっていうね、そういう資金不足っていうところで、こういうスケールの大きいね、ゲーム開発果たしてちゃんとできるのかっていうね、すごく不安な気持ちにはなります。そこら辺はね、めちゃくちゃ気になる。一ゾンビゲーファンとしては。ちゃんと作ってくれるのかなっていうね、そういう不安な気持ちはすごく起こってきちゃいますよね。だからはっきりしてほしいですよね。どういう感じでやってるのかって、まあ金がないんだったら金がないからって言った方がいいと思うんですよね。予算に限りがあるので、その限りある予算の中で開発を進めるためには、どうしてもボランティアの人に協力してもらわなくちゃいけないとかね、言ってもらった方がすっきりすると思うんですけど、まあ曖昧にはぐらかして、まあゲームの開発状況に関しては何も言及されずみたいなね、感じだったんで、ちょっと一抹の不安が残りますが、どうなるでしょうか。 The Day Before ね、自分としてはね、まあもちろんめちゃくちゃ期待しているゲームなんで、この予感がね、この懸念がね、まあ取り越し苦労にね、終わることを願ってますけれども、皆さんはこの、まあ、一連の流れこのファンタスティックのね、実績と、あとこのボランティアの記事とかですね、そういうのをご覧になってどう感じられましたでしょうか。ぜひね、皆さんのね、意見聞いてみたいので、コメント欄の方にバシバシ書いちゃってください。ということで今回は以上となります。こんな感じでね、ゾンビさんチャンネルは、ゾンビゲーの情報だったり紹介だったり、あとライブとか攻略だったり、いろんなね、ゾンビゲーの動画を出してますんで、もしよかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで、また次回の動画、ライブ配信でお会いしましょう。ゾンビさんでした。またね。バイバイ。